女ラプーディスのリーダー兼汚れ担当プーちゃんことプールです。プール役やりましょう。お隣、はい、きりたんぽめいよ。みんな秋田のこと舐めたらノンノンノン。のぞしわこと平野のぞみです。よろしくお願いします。平野のぞみ役です。ふわっとアンペア見てないから分かんない。私はエレキテルすいません、私もやった方がいいかなと思ってやらせてもらいました。見ると分かりますんで、はい、カズハ役の柳エリサです。今日は来ていただいて本当にありがとうございます。お願いします。管理人の梅子役をやりました大島箱です。よろしくお願いします。じゃあ美輪さんお願いします。はい、竹子役をやらせていただきました美輪ひとみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。脚本監督の加藤幸宏です。お忙しい中ご来場いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。感慨深いです。今日こうやって無事になんか初日を迎えられると思ってなかったんで。あ、思ってなかったんですね。思ってなかった。ワンの悪夢がありますから。そうですね。アートワンの伝説をしてる方はね、実はいるかもしれないんですけど、はい。はい。今回。はい。ワンを見ていない方でも、すごく楽しんで見ていただけると思いますし、あとミスを知っている方でも知らない方でもすごく面白く作られている映画だと思うので、このパラレルワールドさを楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。という感じで私たちも終わりますが、このちょっと撮影の、はい、前作がパート1ということで、アイドルイズデッドが異色のアイドル映画ということでもう話題騒然となりましたが、2作目のお話が来て、2作目まずパート1こう公開した後にこれちょっと次来るなって思ってましたか？で、なんか終わった瞬間からみんなスタッフさん含めてやりたいねっていう話はしてて、撮影がすごく楽しかったのでやりたいねって言ってたらお話をいただけて、もうやるしかないみたいな感じ。はい、大変な現場だったんですけど、ワンで皆さんがすごく優しい方で、初めての映画だったんですけど楽しかったので、再びやれるって知ってすごく嬉しかったです。パート1パート2と出演されてきて、自分の中でこう1作目と2作目で変わって演じてきて変わったことって何かありますか？ちょっと主演の役柄なんですけど、パート1に比べて2ですごく役の私が積極的になっていて、成長を感じられるなって思いました。普段の私よりも何倍もしっかりしてます。私はそんな、なんか洗脳、ほぼ洗脳されてたのね2だと。なんかそんな、逆になんか可愛いアイドルできてよかったなぐらいな。普段ビスってちょっと違うので可愛い踊り踊れて楽しかったです。エレクトリックキス、はい、またじゃあ違う自分が見つけられた。そうですね、はい、もう戦闘派アイドルやろっかな、ビスやめて。あ、一緒にやろう。え、嘘、いいよ。断られた。ちょっとそこはちょっと後でお二人で相談していただきたいですね。で、じゃあちょっと二人ともこれからは女優業なんかも積極的にやっていきたい。私はお話が来れば全然やりますけど、自分からも女優やりますとは全然言えるような身分じゃないのでね、のんちゃんには頑張ってほしいなと思います。お芝居もともとしたかったので、今回その夢が2回続けて叶えられたので、ぜひビスにいるうちにまた映像作品に出演してみたいなっていう気持ちがあります。またちょっと舞台挨拶で参りましたけど、パート3に期待ということですね。で、今ビスの方々が解散宣言ということで、2014年まだ、時期はまだこう明らかにはなってないですけど、解散までにこうしたいこととかやりたいこととかってありますか？何したい？みんなでディズニーランドとか行きたいです。行きたい。なんか遊びに行きたい。活動ではなくみんなで、なんか本当に仕事が今ありがたいことに毎日あるので、なんか今新メンバー入ってからは一回もそのプライベートで6人揃ってご飯とか行ったことないので、ね、なんか
お酒飲みに行ったりとか行きたいねして、なんか本性を見てみたいなって、ね、もっと絶対面白いと思うんですよ、うん、本当は、うん、なんか見たいなっていうのはありますね、うん、じゃあ普段はそんなにあのプライベートで一緒にご飯食べ行ったりとかっていうのは、1時間にお昼にちょっとカフェ行ったりとかぐらい、うん、もうこれからはじゃあもう解散に向けてみんなでどんどん思い出を作っていきたいって感じですかね、一致団結して、はい、そうだ ねすごいアイドルっぽい、今までどちらかというと船香りにしてきたので、はい、もうそれは捨て去って仲良く行こうと思います、はい、ですね。